参りました。ここ柿があります。でね、まだね、夏の朝顔がね咲いてます。でここジャーマンアイビスとかね、ハイビスカスあるんですけども、ちょっと模様替え、これ栗がねちょっとありますね。栗どこでしょうか。ここですね、ありますね。ちょっと模様替えします。さっきとねちょっと景色が変わりました。どこが変わったでしょうか。答えはね、後ろのもみじが増えました。それともう一箇所はここにね、端っこなんですけど、ブドウがなってます。ちょっと見ましょうか。こうブドウがなってますね。よし、細い道を夏の雨に打たれ、言葉探し続けて別れた二人、紅葉色に焼けた肌は色も褪せて、黄昏私一人、海を見るの冬が来る前に、もう一度あの人と興奮してピーピー言ってます。秋の風が吹いて、街はコスモス色、あなたからの頼り、風に聞くの落ち葉積もる道は夏の思い出道、今日も私一人、罰を待つの冬が来る前に、ありがとうございました。はい、最後にね、クイズをやりたいと思います。最後の2番なんですけども、2番の最初の方で、秋の風が吹いて、街は何々色と言っているんですけど、歌ったんですけども、この何々色の何々とは何でしょうか？バス停みたいなね、なんか変なのがありましたよ。面白いでしょ、これ。バス停みたいです、ほーら。これがしてきたと思ったら、金木犀が咲いてました。
みかん花咲いてましたよ。ね、みかん花です。こちら皇帝ダリア、わかりますか？これ皇帝ダリアです。赤く色づいてます。金木犀、いい匂いがします。こういう感じですよ。こういう感じ。これね、コケサンゴの花ですよ。アップで見るとね、綺麗なんですけどね。こういう感じかな。10月の24日、みかんが塗ってます。大きいみかんですね、これ。なんていうみかんでしょうかね。10月24日、日草。ポーチャルカでね、紫のなんか咲いてますね。10月25日、おしろい花が咲いてました。もう雑草がいっぱい茂っててね、その中に白い花が咲いてます。10月25日、コスモスのね、これ白、後ろにピンクが咲いてますけどね、咲いてますね。ペンタス咲いてますね。これマリーゴールドです。マリーゴールドで、後ろね、キャベツみたいなの、多分ハボタンです。まだね、色があんまりついてないですけどね、これから色がついてきます。ただね、後ろのやつはね、虫に食われてます。多分青虫か何かかな。25日、これね、銀杏がね、落ちてました。この辺のね、イチョウの木ですよ。の25日、紅葉がね、始まってますね。こちらはね、葉っぱの先がね、赤いんですよ。赤い葉っぱなんで、ここもちょっと黄色っぽくなってきてます。ここが一番綺麗ですね。もうだいぶ赤くなってきてます。25日、花水木のね、紅葉が始まってます。なんていうかね、空の青さがすごい綺麗でね、よく生えてます。